何度言われても同じで、この2つの食品を混ぜ合わせてはいけません。そんなの、なんか意外と美味しいです。指揮官、お待たせ。おや、今の一言で私だと気づいたのか。私の想像以上に親しくなったんだね。彼女のことをもっと知りたい？それなら私に聞きなよ。こっそり教えてあげる。私が何を背負っているのか、未来でどんな困難に直面するのか分かっています。あなたは私と共に歩むかどうかに関わらず、あなたは私の光のごとく永遠に私の意識界の真ん中でとどまっていてほしい。あ、これは詩ではなく、あなたに伝えたいことなのです、指揮官。あなたからのプレゼントは大事にします。そしてこれは私からのお礼です。私の代わりにあなたのそばに。何ですか？真面目すぎて笑ってしまう。でもお礼を言うのは当たり前のことではありませんか。これは基本的な社交辞令です。シワになるからいけません。昼夜終了、夜明け到来。おはようございます、指揮官。今日も朝日があなたを照らしますよう。何を笑っているのですか。ではどんな社交辞令が気になるのですか。記録しておきます。今日はもう休んでいいです。残りの仕事はルールにより延期もできます。これはサボりではなく、指揮官が過労で倒れないように合理的に休憩時間を取っているだけです。指揮官、目が閉じそうですよ。そんなに眠いのならいっそ休憩したらいかがですか。ルールによって指揮官には休憩時間があります。それかここで少し休んだらどうですか。安心してください、会議が始まる前に起こしてあげますから。
ゲームのルール、私は揺らすことしかできませんか？それは不公平です。ルールを変更します。揺らされる方が合理的に仕返しできるように。指揮官、もう帰ってこないかと。戻ってくれればいいのです。指揮官は休暇届を出さなければ。まあいいでしょう。次は何も言わずに離れてはダメですよ。